私は桜井まりか1年です。今の話本当ですか？生徒会に対抗するとか。ええ、もう逃げない、逃げたくない。今の生徒会は間違ってるもの。私もユイ先輩と同じ気持ち。だからもしあなたが生徒会側の人間でこのことを密告するというのなら。私も今の生徒会嫌です。え、私この学園に来れば好きなガンプラが好きなだけ作れるってそう思ってました。でも実際は全然違ってて、もう限界なんです。マリカちゃん。でも私のことなんかより、皆さん新しいチームを作る、そういうことですか？うん、そうよね。それなら その私にもお手伝いさせてください。といっても私バトルの方は全然ダメで、でもモデラーとしてガンプラの制作や調整には結構自信あります。それはもちろん大歓迎だけど、いいの？生徒会に歯向かうってことは。はい、覚悟はできてます。そうだ、皆さんのガンプラを見せてもらえませんか？いろいろアドバイスできることあると思います。なるほど、皆さんのガンプラとても素晴らしいです。愛がこもっていて良いパーツ構成だと思います。これなら少しの調整でぐっと良くなりそうです。ただチームで動くことも考えると、インナーフレームは見直した方がいいかもしれません。インナーフレームか。ずっと一人だったから気にしてなかったけど、確かに 3on3 をやるならしっかり調整しないとだね。私もいつも同じものを使っているので見直したいです。あなたはどうなの？詳しいんですね。では少し調整するだけにしておきましょうか。マリカちゃんすごいね。まだ1年生なのにこんなにガンプラの知識と技術を持ってるなんて。ええ、驚きました。私もガンプラ作りには自信がありましたが、まだまだだったようです。ありがとうございます。なんというか、今の状況で言うことではないのですが、もっと強くなれると思うとワクワクしますね。それなら今調整したガンプラでバトルしてみませんか？え？でも生徒会の許可なしに勝手にバトルシステムを使うわけには。大丈夫です。この部室型は古いですが、バトルシステムがあって、通信ができないオフラインならバトルできます。本当？すごい！オフラインでもいいわ、ぜひやらせて。わかりました、すぐ準備します。わあ、バトルルームにあるのとほとんど変わらないのね。インターフェースはほぼ同じです。オフラインなので機能制限があるのと動作が少し重いですが。バトルシステム08起動。
ユーザー名を登録してください。いつもはこんな表示は。なら初期設定のままでいいんじゃない。ユイ先輩って意外と雑な性格してますよね。え？そう？はい、すぐ頭に血が昇るというか直情的ですし、でもそんなとこも魅力的というか。反省します。入力終わりました。デフォルトのまま登録名はサイドゼロになります。サイドゼロか。それならもういっそ私たちのチーム名もサイドゼロでどう？そういうところが雑と言いたいところですが、特に異論はありません。あなたは？なら私たちのチーム名はサイドゼロで。存在しないはずのサイドゼロが生徒会の野望を打ち砕き革命を起こす。熱い展開、燃えます。それじゃ早速バトルしましょう。はい、先輩たちが3人でチーム、私はサポートに回ります。敵は CPU になりますが結構強いですよ。行きましょう。
ストクリア。一つずつ潰していきましょう。もちろん、その気に壊されないのは誰かしら。ベストも負けていられません。一歩前進だね。さあ、今のベストも2つでしょ。ミニブルーポイント獲得です。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。まだ足りない。もっと奪わせてちょうだい。チームブルー、キーパーツをダッシュ。このまま回収できれば高ポイント獲得です。今のバトルって
本当にオフラインの CPU 戦だった？いえ、私には普通の G キューブのように思えました。リンコさんの実況も入っていましたし。おかしいです、オンラインに繋がるはずは。あれ？どうしたの？誰かからメールが来てます、サイドゼロ宛てに。まさか幽霊みたいな？やめてください、ユイ先輩、そういう非科学的な話。これは定型のフレンド申請メールですね。差出人はレココ。さっきのバトルの相手のようです。でもオフラインだったのよね。こうなるとわかりません。もしかすると生徒会管理外のサーバに接続していたという可能性も。何分古いシステムなので私も詳しくは。とりあえず考えてもしょうがないか。それならそれでよしってことで、結局バトルできたわけだしね。ユイ先輩ってやっぱりいい性格してますね。それより考えなくちゃいけないのは今後のことよ。ですね。私ね、ずっと考えていたの。どうすればこの学園を元の楽しかったガンブレ学園に戻せるのか。どうすれば今のこの生徒会のやり方をやめさせて誰もがガンプラバトルを楽しめるようになるのか。そのための方法は一つしかない。それは今の生徒会が教えてくれたことよ。まさかユイ先輩。ええ、強い者が正義。それなら私たちが今の生徒会を倒して新しい生徒会を立ち上げる。新しいルールを、ガンプラを楽しむための校則を作る。それが私の作戦よ。名付けて V 作戦はベタすぎますよ先輩。うっ、じゃあ星1号作戦。被害甚大です。ああもう、作戦名は後で考えるからよし。それよりリーダーを決めないと。ちなみにリーダーとして登録すると手持ちの端末とこのオンラインバトルシステムがリンクします。バトルの予約や専用メールの送受信、フレンドとのボイスチャットも手持ちの端末でできるようになります。これはこの学園独自のシステムですが。便利なシステムだよね。それで私はリーダーには彼がふさわしいと思うんだけど。ユイ先輩がそうおっしゃるなら異論はありません。私のガンプラうまく扱ってくれるなら。君ならそう言ってくれると思ってたわ。大変な戦いになるけどよろしくね。それじゃあリーダーは君で決まり。ここから学園を変えていくわよ。えいえい、おーおお。なあ、ミカグラ、あの噂って本当なのか？何のこと？またまたとぼけちゃって。生徒会に対抗するとか言ってんだろ？やめとけやめとけ、どうせ無駄だからさ。それより俺たちと遊ぼうぜ。ガンプラだけが青春じゃないって。本当にそれでいいの？あなたたちだって
ガンプラが好きでこの学園に来たんじゃないの？最初はそりゃそうさ。でも今の学園じゃ無意味だろ。ランキングだってなかなか上がんねえし。そうそう、お前だって女子の中でも浮いてんじゃん。みんな余計なトラブルに巻き込まれたくないってさ。それでももう私決めたから。あ、もしかして今の見てた？大丈夫、気にしないで。ああいう人たちだってもともとはガンプラが好きだったはずだもの。それよりちょっと気晴らしに付き合ってよ。せっかく部室のバトルシステムが使えるって分かったんだし。
は楽しいね。この楽しさをみんなにも思い出してもらわなくちゃ。1年前私たちは今の会長たちにガンプラバトルで負けて、その後の生徒会選挙でも負けちゃって、だから今みたいな学園になっちゃったのは私たちの責任でもあるの。この前戦った生徒会初期の子、りょうこもね、一緒に生徒会やってた頃はもっと笑う子だったんだ。またあの頃のみんなともバトルしたいな。なんてちょっと締めっぽくなっちゃってごめん。よかったらまた私の気晴らしに付き合ってね。ああもうこんな時間だ。じゃあ今日はこれで帰りましょう。おい、聞いたか？あのラプラスの盾のメンバーが負けたんだったよ。本当に？でも一体どこのチームが？ああ、なんでもサイドゼロっていう心臓チームで、リーダーはうちに転入してきたばかりの。結成早々結構な噂になってるみたい。これはそのうち血の気の多いチームから対戦を申し込んでくるかもしれないわね。まあそう悲観することもないわ。逆にこれはチャンスとも言えるかも。このまま勢いに乗って快進撃なんてした日にはきっと生徒会も私たちを無視できなくなるはず。としたらあなたのおかげかもしれないわね。あなたがあの時ためらうことなくユイ先輩の味方として動いてくれたから、この学園を変えたいってそう思ってくれる仲間ができたことが嬉しいの。とはいえ本番前に少しくらい練習したいわ。ちょっと付き合ってくれる？それじゃあ場所を変えましょうか。第08ガンプラ部の部室なら生徒会の目も届かないでしょうし、あとユイ先輩とマリカも呼びましょう。チームでの動き方とか客観的に見てくれる人がいると助かると思うの。来なさい。戦い方を教えてあげる。クエスト開始。どこから潰そうかしら。見えているわ。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。さあ、行きましょう。この場を支配するのは私たちよ。始まってちょうだい。もちろん遅い。止まって見えるわ。もっと奪わせてちょうだい。どこから潰そうかしら。
私はソロモンよ。私は帰ってきたわ。これが私の力よ。誰にも止められはしない。さあ、あなたが最後の一騎、これで終わりよ。これでミッションは終了。私たちの連携もなかなか捨てたものじゃないわね。何、みんな、もしかして私の動きに何か問題があった？いおりちゃん、いおりちゃんはバトル中いつもあんな感じなの？え？はい、そうですけど。もしかして自覚がないのかな、あのテンションの。多分そうです。お二人は気づいてなかったんですか？最初にイオリちゃんと組んだ時は、そういうところを気にしてる余裕はなかったっていうか。本当に何の話なんですか？やっぱりこれは自覚ないです。ちょっとだけね、イオリちゃんはバトル中の言動に気をつけた方がいいかなって。なんだかよくわからないけど気をつけますね。先輩、お疲れ様です。はい、第08部室で皆さんを待とうと。ごめんなさい、私口下手で。部室に行きましょうね、先輩。ゆい先輩もいおり先輩もまだですね。そうだ、実は先輩に相談あるんです。これは秘密の秘密なのですが、私バトルが苦手でパーツ集まらなくて、それでミッションとか手伝ってほしいなって思って。ダメでしょうか？本当にありがとうございます。待っててください、今準備しますね。それじゃあ始めます。頑張ります。
敵キューブを抑えてパーツをゲットしましょう。私が何回挑戦してもダメダメだったのに、先輩すごいです、かっこいいです。ガンプラってあんなに綺麗に動くんですね。私なんて作るのは好きだけどバトルとか全然で、尊敬しちゃいます。あの、もしよければ今度バトルの仕方を教えてください。私も先輩みたいにガンプラを動かしてみたいです。放課後はだいたいここにいますので、いつでも来て。ごめんなさい、ちょっと日直の仕事が残ってて。私は相田先生に捕まってしまって遅くなってごめんなさい。あ、いえ。よし、みんな揃ったわね。それじゃあサイドゼロの活動を始めましょうか。と言ってもまだ何も決まっていないんだけど。やはり学園の現状を打破する対策を考えたいです。このまま生徒会の好きにさせ続けたら、みんながガンプラバトルの楽しさを見失ってしまう。そうね。でもまずは生徒の支持を集めないと。じゃなきゃ何も変えられないわ。それなのですが。あのさっきの話待ってますから。だからよ、お前調子に乗ってんじゃねえの。そうそう、サイドゼロだっけ。生徒会に反抗してるって噂になってるみたいだけどさ、同じクラスの私たちも共犯扱いされて迷惑なんだけど。共犯ってそんな。実際ラプラスの盾の連中にパーツを巻き上げられた奴が何人もいるんだよ。お前らの連帯責任だとか言われてな。大体よ、今の生徒会になってギチギチの校則が作られたのだってお前らの生徒会が弱かったせいだろ。それを今さら正義の味方面されたってなあ。私あんたたちのバトルも見てたけどさ、あんた副会長にフルボッコにされてたじゃん。あれから差は開いてるだけじゃないの。そんなことない、私だってずっと練習してきて。練習や経過は問わない、結果が全て。この学園のガンプラバトルの基本だろうが。そんなの違う。ガンプラは作るだけでも楽しいし、手を入れれば入れただけ愛着も湧くもの。じゃあずっと一人で作ってればいいじゃん。私らを巻き込まないでよね。君、なんだよおめえは。白馬の王子様気取りか。どうせなら風雲再起にでも乗ってくるんだな。もういいよ、ほっとこ。それより今日私んち親いないんだ。一緒に朝までデカールハロ。お前それ課題終わってねえだけだろ。まあいいや、行くぞ。心配して見に来てくれたのかな。ごめんね、こんなとこばっかり見せちゃって。私君の前ではしっかりしたお姉さんでいようって決めてたのに。
よーし、もう大丈夫。気合い入れた？ねえ、今日の気晴らし付き合ってくれる？やった、ありがとう。できてる？
攻略する。クエスト開始ね。